きがち。豊岡市立三重小学校3年生豊岡少年少女音楽隊合唱隊子どものための野生復帰講座受講生の皆さんによる合唱コウノトリの歌をお聴きくださいませ。この歌は今回の訪朝を記念して Believe Tomorrow でご存知の杉本龍一様に作詞作曲していただいたものです。歌詞を次第の後ろに載せていますのでご覧ください。その瞬間を迎えようとしております、私たちコウノトリの保存をしていこうと運動を始めて50年経ちました。昭和30年からの試みだったわけであります。その間のこの豊岡盆地の環境変化も非常に大きなものがあります。私たちの生活スタイルも大きく変わりました。コウノトリも人工飼育を始めて20年、人工飼育から誕生して17年、こういう歩みを続けた後にようやく今日を迎えることができた。おきまして、このコウノトリの里公園を管轄する九比神社、九比コウノトリの神社でございますので、訪朝の成功をお祈りをしてまいりました。野生での絶滅から34年、人工飼育の開始から40年、保護活動が明確な形をとってから50年、滅びさせまいとする願いは受け継がれ、もう一度空に返すための努力は積み重ねられて、ついにその時がやってきました。凛とした清楚で美しい鳥です。どうか温かく見守っていただきますように。明石の宮同妃両殿下をお迎えして、その歴史的瞬間を皆さんと共有できることを本当に嬉しく思います。